久しぶりですね。久しぶりですね。元気でしたか元気でしたかはい、元気です。はい、元気です。最近、うちの娘はよく風邪をひきます。 最近、うちの娘はよく風をひきます。暑かかっったり寒かったりしますからね。先週は1週間学校をおお休みしました。

スポーツはどうですかスポーツも苦手ですスポーツも苦手です。歩くのも走るのも好きではありません。何がりません何が一番好きなんですか

時間ありますかところで今週か来週時間ありますか今週は忙しいので来週なら大丈夫です今週は忙しいので来週なら大丈夫です来週森の中をサイクリングかハイキングしませんか来週。 森の中をサイクリングかハイキングしませんかいいですね。いいですね。どっちの方がいいですかどっちの方がいいですかハイキングにしましょう。ハイキングにしましょう。

ワインは好きとすかどちらが好きですかワインは白と赤にちらとあ赤どちらもあります。う。赤ワインにしましょう。 お水は、は炭炭酸と炭酸となしはどちらを持っていきますか炭酸水きです。果物もも野菜も好きなのでたくさん用意しましょう。 果物も野菜も好きなのでたくさん用意しましょうどのコースをを歩きますかいくつかのコースがありますいくつかのコースがあります5キロのコースも10キロのコースもあります 5キロのコースも10キロのコースもあります5キロのコースは平坦なコースで湖の周りを歩きます5キロのコースは平坦なコースで湖の周りを歩きます10キロのコースは長い坂がありますが景色がいいです10キロのコースは 長い坂がありますが、景色がいいです。歩くのはあまり得意ではありませんが、10キロのコースにしましょう。歩くのはあまり得意ではありませんが、10キロのコースにしましょう。長ければ長いほどダイエットになりそうですね。長ければ長いほどダイエットになりそうですね。 休憩しながら行きましょう。休憩しながら行きましょう途中で雨が降ったときのためにレインコートも持っていきましょう。途中で雨が降ったときのためにレインコートも持っていきましょう。前の日に天気予報で雨だったら中止にしましょう。 前の日に天気予報で雨だったら中止にしましょう。その方がいいですね。その方がいいですね。日差しが強いのでサングラスだけでなく帽子も用意しましょう。日差しが強いのでサングラスだけでなく帽子も用意しましょう。 晴れるといいですね。何時に出発しますか何時に出発しますか家に9時に迎えにいきますね。わ、ね、かりました。 わかりました。